藤沼一は、日本の実業家。積水化学工業株式会社代表取締役社長。東京都日本橋出身。1944年、東京帝国大学経済学部経済学科卒業。1982年蘭寿宝賞を受賞。1984年14位に叙せられ、勲二等瑞宝賞を授けられる。積水化学工業の取締役、常務、専務、副社長、社長を歴任。父、藤尾、母、美紀の長男として、東京日本橋で出生。藤尾は、印典系の日本画家。大森第二小学校、芝中学校を経て1939年、旧制浦和高等学校文科校類に入学。1944年、東京帝国大学経済学部経済学科卒業海軍勤務、主計中尉。1953年、積水化学工業株式会社に入社1971年同社取締役、第一事業部長1973年同社常務、取締役1976年同社専務、取締役1978年、同社取締役副社長1979年同社、代表取締役社長1982年蘭寿宝賞を受賞1984年11月20日、在職中に死去享年64歳12月4日、14位に叙せられ、勲二等瑞宝賞を授けられる。水風録、藤沼一公衆1985年11月20日、発行積水化学工業株式会社108から110ページ。ありがとうございます。